これは謎の貨物列車の踏切だ。西日暮里、謎の踏切が語る常磐線のルーツ、貨物線です。道路と線路は高低差があるのでちょっと通りにくかった。荒川区西日暮里5丁目と6丁目の間です。なのに踏切の名は日暮里8丁目と入っているようです。その理由は昔はこの辺りの住所は日暮里8丁目だったからです。あ、終わった。長かった。やっと終わった。開けた。ちょっとみんな渡ってるんですけど、ちょっと高低差があるので渡りにくいです。ここ線路です。